ビッグマム海賊団の本体と麦わらの一味、まもなく交戦を開始する模様。どうする？このまま攻め入るか？いや、まだだ。両軍が消耗したところで畳みかける。麦わら、ビッグマム、これ以上好きにはさせねえ。最後に勝つのは百獣海賊団だ。じゃあ来たぞ、ワノ国。船長、麦わらとビッグマム、そろそろ追っ始めそうだぜ。そうか、俺様の狙い通りだな。バジェス、お前に一つ頼みてえことがある。麦わらとビッグマムがやり合ってるうちにカイドウの寝首をかけ、これであいつもしまいだ。ウィーハハ、任せてくれ船長。よし、行くぞ野郎ども。四皇どもをまとめてぶっ飛ばして、この世界の王になってやるぜ。ぜはルフィ。ルフィがカイドウに捕まったと聞いて飛んできたら、このありさまだ。くそ、もう少し早くついていれば。伝令、ワノ国に黒ひげが上陸した模様です。黒ひげ、やはりこの木は逃さねえよな。俺はスモーカーたちと先行して黒ひげの動向を探る。お前たちはあれだ、ビッグマムを何とかしてくれ。雑かよ、食えない野郎だ。あれは麦わらの一味、麦わらを引き渡せ。ママの命令だ。逆らったらどうなるかわかるよね。くっ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 。来たか、ビッグマム海賊団。戦闘準備だ。俺も手を貸す。ルフィたちが目を覚ますまで俺たちで持ちこたえるぞ。ルフィ。心配ご無用。ルフィ殿は必ず立ち上がる男でござる。大将がよ、そんな顔すんじゃねえ。
悪いな、不安にさせちまった。約束だもんな。今あいつらをぶっ飛ばしてくるからよ。俺は死なねえし、俺の仲間も誰も死なせねえ。ご覧くだされ、桃之助様。仲間のために立ち上がり、仲間を守るために戦う者、それこそが海賊。ルフィ、もう戦えるか？よっ、もう大丈夫だ。ありがとな。よし、暴れるぞ。よっ、出てきたね。麦わら、まだ見つからないか。ひとまず麦わらを捕らえるぞ。さすがに懸賞金10億超えは伊達じゃないか。人気では負けていないつもりだったが、懸賞金は何億だろうが関係ねえ。ルフィ様のため命を懸けて戦うべ。麦わら傘下の海賊だ。俺の目的は麦わら一人。邪魔するな。どうすればルフィの覚悟に応えられるでござるか。はっ、よし、俺たちも行こう。ルフィを邪魔する奴らを倒すぞ。偽物が鬱陶しいんだよ。さっさと倒して先に進むぜ。それじゃ俺はヤツを仕留めてくるぜ。ええ、頼んだぜバージェス。俺はしばらく高みの見物と行くか。さあどんどん潰し合えぜ。ハハハハハ。気は済んでやる。落ち着け、無駄だ。落ち着け、落ち着け。おりゃ、麦わら、今度こそお前を倒す。お前には恩があるけど、仲間のためだ。何度だってぶっ飛ばしてやる。無駄だ、落ち着け。今度こそ一瞬の隙も見せはしない。完璧な勝利を奪ってみせる。もうお前には負けねえよ。無理。
あの時よりさらに強くなっただと。麦わら、計り知れない奴だ。君に人気を譲ってやったんだ、感謝しろよ。だが助かったよ、ありがとう。世界の王手を煩わせて申し訳ねえべ。もっともっと精進するべよ。カイドウの野郎、許さねえ。だがまずはてめえだ、麦わら。ビッグマム、どけよ。今お前に用はねえ。ママ、うちで何よりだ。麦わら屋のところに行くつもり？そうはさせねえ。どうやらキャンディーマンになりたい。よっ！デッドホー！登場しろ！目の前の敵を切る。今の俺たちの役目はそれだけだ。意見が合うとは珍しいな、アホ天使。それじゃ、目の前の敵を蹴るとするか。ビッグマム、お前はカイドウの後だって言っただろ。まあ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 、その減らず口俺が永遠に閉じてやるよ。ママの邪魔はさせねえ。もっとこっちに兵を回せ。死ぬな。よっ、チクショー、しぶといやつめ。プロメテウス、燃やし尽くしてやるね。カイバーマ、お前たち覚悟しろ。てめえら絶対に許さねえぞ。おい、お前たちもこっちに来な。はい、ただいま。守れよ、ライバーに移るな。そろそろ頃合いみてえだな。一旦引くとするか。ロメテウス、決めろ。俺の仲間をなめんなよ、ビッグマム。その程度で俺に勝てると思うな。こんにゃく、ハーハーバー。バラバラに挑んでも拉致が開かねえ。ビッグマムに一泡吹かせるには、ルフィ、一斉に仕掛けるぞ。うん。どこへ行きやがった。おいてやまず、やはぐっけろ。いでるでてて、ね、我らの狙いはお前だって。さあ、ご飯の時間よ。くらえ。あん、今だ、行くぞお前ら。ゴムゴムのディダブルジャンブ、一体三千。麦わらクロス大戦世界エオレックス、バズーカー。
やったか。いや、確かな手応えはねえな。あの方はまた復活してくるはずです。今のうちに先を急ぎましょう。あ、行こう。あいつら許さねえ。どこ行きやがった、麦わら。ジハハハハ、邪魔ねえなビッグマム。てめえは黒ひげか。麦わらに手ひどくやられたか。おめえのイカレっぷりもどうやらここまでみてえだな。さすがに耳を疑ったぜ。あんたとカイドウがぶつかるって知ったときはよ、あんたら麦わらをめぐりお互いの戦力を消耗する。俺にとっちゃあんたらを潰す絶好の機会ってわけだ。麦わらの連中は予想以上にやってくれたぜ。大した苦労もなく四皇の首を取れる。誰もだ。あんたもカイドウもここで消えてもらう。老いたあんたらの時代はもう終わったんだよ。ふざけるんじゃねえ。俺がてめえみたいな若造に負けると思うのか。カイドウ、黒ひげ、くだらねえ手を使いやがって。どいつもこいつも骨がねえ。ティーチ船長、すまねえ。闇討ちは失敗だ。そこのババアがどうなろうと知ったこっちゃね。だがこれ以上俺の島で暴れようってんなら生かしちゃおけねえな。ハハハハハ。二人揃っちまうとはさすがに分が悪い。裏かるぞ野郎ども。死に損なったな、リンリン。まあいい。これで邪魔者は残らず消えた。おろろろろ。待っていろ、麦わらの小僧。この俺を怒らせたことを後悔させてやる。徹底的に奴らを潰せ。船を壊して奴らの退路を断つ。ジャックピストルであれば俺は麦わらを叩こう。勝利する確率は限りなく高い。あいつらサニー号を壊す気か。そうはさせねえ。俺はジャックのところに行く。この辺の敵は頼んだぞ。
おう、任せろ。サミー号が危ない。私、アティアを止めに行く。拙者も行くでござる。黙って見ているわけにはいかぬ。俺たちがサニー号を守るからよ。あいつを抑えてくれ、頼む。バルトロメ、あいつをぶっ飛ばして必ずやルフィ先輩のお役に立つべよ。あいつ最悪の世代じゃないか。僕の人形を返してもらうぞ。容赦しねえぞ。まさかここまでやるとは。止めてやるよ、バカザル。ビッグマム、黒ひげ共に去ったな。残るはカイドウだが、海兵が麦わらに加担していると。黙って返すわけにはいかない。しまった。スモーカーさん、私は大丈夫ですから、早く撤退してください。どういう風にやがって。そこにいろ、すぐ向かう。バカな、この俺が。やった、サニー号守れたよ。青キジ、海軍をやめて麦わらたちに手を貸すか。何を企んでる。まあ、あれだ、いろいろあんだよ、こっちにも。悪いが、お前はここまでだ、ドレーク元少将。立ちふさがる敵は全て消し去るのみ。消す？この華々しい僕の存在を。そんなことさせるものか。これが勝利する確率 85%。 わざわざ挑むのは無謀というものだ。確率だ、くだらねえな。登場しろ。そんなもん俺がひっくり返してやるよ。てめえら邪魔だ、どけ。くそ、切っても切っても敵が湧いてきやがる。まだ倒れるわけにはいかねえべ。油断してた。アイスブロック、何やってんだ。気合を入れ直せ。面目ないです。ホワイト、ありがとうございました。さて、これはもう少し麦わらたちの戦いを見ていこうかね。山田、雑魚に酔わねえ。
君たちがどれほどのものだろうか、俺は止められやしない。おわりだぜ、オンに切るべ。レッドアロー、油断したか。おい、何してやる。使えねえ奴らだ。俺が終わらせてやる。カイドウ、今度こそお前に勝つ。カイドウをぶっ飛ばすか。ちゃんとできてんだろうな。不甲斐ねえとこ見せやがったら、そん時は俺がてめえごとカイドウをぶっ飛ばす。お前を一人で戦わせるものか。俺も行くぞルフィ。いよいよ奴との決戦の時だ。やるぞ麦わらや。俺たちはルフィの退路を確保するぞ。あいつは必ず勝って帰ってくる。登場しろ。死にてえらしいな。弱えガキどもが束になってどうするつもりだ。ん？そうか、お前あの大名の家臣か。いかにも。お主を討つため20年の時を超えてここに参った。亡き主君おでん様の無念、今日こそ話してくれる。なめられたもんだな。おろろろろ、おいそこの小僧あの時のガキだな。覚えてるよな。俺との力の差もわきまえず、大勢の家臣とお前の母を死なせた父のことをよ。あのバカ殿の死に様を見たお前も同じことをしていやがる。力のねえ奴らを集めても俺は倒せねえ。お前は父と同じバカ殿だ。てめえら覚悟はできてんだろうな。
全員まとめてあのバカ殿のところへ送ってやる。俺に立てていたこと地獄で後悔しやがれ。今度こそ勝つ。俺たちが相手だ。その程度の力では仲間一人も守れねえだろ。自らの無力さを思い知れ。あいつ、外の奴らに攻撃を。まずい、早く止めねえと。なんだあの攻撃は。あれを食らったらまずいな。
詰められたのは久々だ。小僧、お前は俺が殺してやるよ。ライオリー、やっちゃうよ。お前じゃ相手にならねえ。おかしい真似を。お前ら、ありがとな。よっ、しっけっ、そんなかないぜ。これでどうだ。ルフィ先輩、俺たちに任せてくんの。その攻撃、投手は死ねえ。命拾いしたな、麦わら。助けられたな、ありがとう。仲間がいたからここまで来れた。みんなの力でお前を倒す。そうだな、ルフィ、俺も最後まで付き合おう。ヘッドホー、ヘッドホー、ヘッドホー。てめえら、俺を舐めすぎなんじゃねえのか。やつの隙をついて一気に勝負を決めるしかねえな。私に任せて。しときなさいよ。うん、拙者も見届ける。戦えなくても命を懸ける覚悟でござる。消し積みにしてやる。ボロプレー、どこ行った、麦わら。俺はここだ、アイド。お前を倒して俺は桃との約束を果たす。図に乗るな、海賊のこの小僧が。このゴムの
頭いて死ねねえもんだな。つまらねえ。こんな退屈な世界をぶっ壊す世界最高の戦争を始めるならよ、てめえらをここでぶっ潰しちまっても面白くねえ。うわあ、でしたスモーカー中将、皆さんはそのまま本部に帰還なすってください。ビッグマムとカイドウがしばらくおとなしくしてくれりゃいいが、海賊どもと組むのはこれで最後にしてえもんだ。ロー、キッド、そして麦わら、奴らはさらに力を増し上がった。絶対にあっちゃならねえ。あの世代から黒ひげに次ぐ新たな四皇が誕生するなんてことは、を狙う間柄だ。いつか必ずてめえは倒す。ワンピースは俺が見つけるけどよ、敵とか倒すとかまだいいじゃねえか。今はよ、一緒に戦った仲間なんだからよ。ああ。いいじゃねえか、俺たちはもう仲間なんだからよ。ルフィ、俺はそろそろ任務に戻るよ。無事でよかった。またどっかで会おう。まだいろよサボ。そうしてんだが、このところ革命軍も世界政府も慌ただしく動いてる。世界は大きく荒れるかもしれねえ。わかったよ。お前の仲間たちに挨拶してから出航するよ。じゃあな、サボ。
との喧嘩は俺たちの勝ちだ。おかげで桃との約束を守れた。みんなありがとう。もしお前らが困ったら大声で俺たちを呼べ。必ず助けに行く。俺たちもまた困ったら助けを呼ぶからよ。俺たちの冒険はまだまだ続く。俺たちはずっと仲間で友達だ。友達じゃねえ。よし、やるぞ。今度こそ四皇をぶっ飛ばしてワンピースを見つけて。